おはようございます。9月30日金曜日、本日は江川さねが担当いたします。今日は9月最終日となりますね。広く晴れて日差しの届く空となりそうです。では現在いただいているリポートで空の様子を確認していきましょう。まずは福岡県からです。行橋市から、晴れています。風は無風で体感はちょうど良いくらいですといただきました。晴れていて綺麗に星見ることができていますね。だんだんとこう秋そして冬に近づくほどに空気は澄んで、より星を観測するのもまた、ね、見えやすくなりますからいいですよね。綺麗な星空のお裾分けいただきました。では続いて見ていきましょう。次は埼玉からです。坂戸市から、暗い空ですが周りに星が綺麗に見えていますので雲のない空と思えます。風もなく気温もちょうど良い爽やかな朝ですといただきました。こちらも星見ることができているようですね。日中日差しが届いて穏やかな空となりそうです。この時間帯でも気温が、ね、ちょうど良い爽やかですよということでコメントいただきました。ではお次見ていきましょう。北日本からです。北海道網走市から、今はまだ暗いですが晴れているのが分かる空になっています。少し寒い体感なので上着を忘れずにといただきました。そうですね、北海道など朝晩と昼間の寒暖差大きくなりそうです。服装でうまく調節をするようにしてください。皆さんからいただいているリポートご紹介していきました。では予報センターと一緒にお天気を確認していきます。予報センターは山口さんです。よろしくお願いいたします。皆さんからいただいているリポートを見ていてもすでに晴れている方向、はい、多いですね。そうなんですね、今日は広い範囲が高気圧の圏内でして、まあ、秋晴れといったところが多くなりそうなんですよ、はい、で今のお天気分布をご覧いただきましょう。この時間も晴れのご報告全国からいただいております。で雨雲としてはですね、現在こちら、関東の、まあ、沖合から伊豆諸島にかけてまだ点在しています、はい。まあ、南海上に低気圧があるんですけれども、まあ、それに伴う雨雲はこの後もさらに東の方に動いていく見込みでして、まあ、関東のこの千葉県では朝のうちまで、まあ、曇っているところはあるものの天気の崩れはなく、この後は回復基調ということになります、はい。でそれ以外のエリアに関しても今日の日中にかけては広くこの高気圧に覆われる見込みです。で台風18号も大東島地方からだんだん離れていく見込みでして、まあ、全国的に見ても天気が落ち着くエリア増えるということになりそうです、はい。で今日のですね、こちら雲の流れです。今日の6時から18時までの12時間分を回したものになるんですけれども、うん、まあ、ご覧の通りほとんど雲もないエリア、かなり、ね、大きく広がるというふうに見られます、はい。この中で東風が入る関係でこの辺りですね、地形的な要素もありまして、ところどころのにわか雨とこういう可能性はあるんですけれども、はい、晴れている時間、日の差している時間の方が、まあ、長い、そういった一日ということになります、今日はですね、風も穏やかなところが多く、また秋晴れというエリアが多くなりそうです。今日はあの空読みっていうのはありますか。はい、そのにわか雨可能性エリアなんですけれども、はい、こちらですね、一つがこの緑に塗ったところです、まあ、千葉県に関しては明け方ぐらいまでで日中は晴れてくる見込みです、うん。それ以外のところはですね、ちょっと晴れていてももくもくとした雲、あるいはグレーの雲が広がってきた場合は急な雨にお気をつけください、はい、降ってる時間は長くはない見込みです。そして北海道北部、こちらはですね、北海道の北にある低気圧に向かって湿った空気が入ってきます。こちらも日差しが出ている中、雲の高さ低くなるようですとにわか雨のサインということになります。今日はこの2つ注目ですね、はい。晴れるところ多いということですが、気温もやはり上がりますかね。そうなんですよ、まあ、秋晴れなんですけどもね、体感はむしろ暑いくらいといったところも出てきそうなんですね、はい。で今日の予想最高気温をご覧いただきますと、まあ、西日本ですとか東日本、昨日と同じかさらに高くなるところが多く、まあ、大阪、広島は30度の真夏日予想ですね、はい。また東京も27度など、まあ
空気は比較的乾いておりますので、まあ、日陰などではしのぎやすい体感なんですけれども、日差しの暑さが広く出てくるかと思います。でまた北日本の気温が高いのも特徴でして、はい、特に北海道南寄りの気団に覆われる形になります。そので札幌は昨日よりも5度高い27度など北海道でもちょっと暑さ感じます。朝と昼、昼と夜の体感差にお気をつけください。屋外での運動作業などをされる際は体調管理気をつけていただきたいと思います。山口さんどうもありがとうございました。ヨハセンター山口さんに今日のお天気について伺っていきました。それではアイコンでも見ていきましょう。全国の天気をお伝えします。各地で晴れて日差しが降り注ぎます。東海から西日本にかけては30度前後まで気温の上がるところが多く、朝晩と昼間の寒暖差が10度以上となる地域もたくさんあります。まずは西日本です。沖縄は強い日差しが照りつけて夏のような体感となるでしょう。台風18号の影響で海上は高波やうねりの恐れがあるのでご注意ください。その他の地域も概ね晴れて日差しが届きます。ただ紀伊半島南部や九州南部など太平洋側の地域では雲が広がりパラパラと雨の降る可能性があるのでご注意ください。続いて東日本です。関東南部や東海では朝のうち雲が広がっているところもありますが、徐々に日差しが届きます。その他の地域は朝からよく晴れて日中は洗濯や掃除などもはかどりそうです。昼間は気温が上がり、東海では30度以上の真夏日となるところもありそうです。1日の気温差が大きくなりますので、体調を崩さないようにお気をつけください。次に北日本です。今日も晴れて気持ちの良い秋の空が広がります。朝のうち低い雲が広がっているところも、だんだんと日差しが優勢になるでしょう。標高の高いところでは、紅葉が見頃や色づき始めているところもあります。お近くの木々にも目を向けてみてください。以上、全国の天気をお伝えしました。